プロドローン TV。 皆さん大変にお待たせをいたしました。今月もプロドローン TV のお時間でございます。なんとですね10回、続きました。今日はですね第10回のオンエアということになります。みんなもですね三日坊主なるの3回ぐらいじゃないのというふうに言われながらですね、なんだかんだいいゲストの方がいらっしゃったり、いいコンテンツがあったりですね、続いているわけでございますが、内実はですね、自転車操業でございまして、毎月毎月ですね次のネタは何にしようということで悩んでいるわけでございます。さてですねこの、プロドローン TV もチャンネル登録の方がですねだんだん増えていっていただいてですね、今1800人ぐらい、もうなんとかもうすぐ2000人といいなというふうに思っておりますが、ちょっと YouTube のですねショートを始めまして、ご覧になった方、いらっしゃるかと思いますけれども、なかなか面白いのをですねムッシュが撮ってきてくれてですね、例えば名古屋港水族館からですね船で出てですねスナメリクジラをですね、名古屋港のお気に入りにですねうちのアクアで探しに行ったりですね、それからムッシュがですね福井でドローンで雪下ろしやってみたというので、まだまだですね改良の余地はバンバンあるんですが、ひょっとするとこの先ドローンで雪下ろしができるかもしれない、このあたりですね、面白い映像をですねどんどん作ってますので、皆さんこちらのですね、YouTube ショートもですねぜひご覧いただければと思います。ということで今週はですね、今月はストアはなく、こちら一本でいきたいと思っております。それではスタートしましょう。ムッシュつがきのドローンアカデミー、始まりました。ムッシュつがきのドローンアカデミーの時間でございます。なんとですね、今回は僕らの大好きなですね、僕はモータースポーツが大好きで、仕事でも前はやってたんですけれども、今回はうちのですねプロドローンのルーツに迫るということでやっていきたいと思います。それではですね、今月も元気よくお呼びしたいと思います。ムッシュつがき。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。なんか今日はちょっと歯の調子が悪いというふうに情報を聞いてますけども、お昼の会議も体調が悪いからということでちょっと一件断れました。そうですよね。昨夜の食事をしてましたら、カキという音とともに、よくありがちな奥歯が真っ二つで、鏡で見たら、真ん中にポンと本当はクラックが、クラックというか隙間ですよね、ひどいものになりまして、で今日歯医者さん行ったらこんなこと本当に珍しいけど歯が二つに割れた。で今痛くないんですか。今ね割れた方の小さい側の方も抜きまして、そこに紫外線硬化型の樹脂をピッピッて、簡易型の樹脂は詳しいですもんね。詳しいです先生に、それ紫外線でしょってどうして必要ですかみたいなそんな感じで今のところ大丈夫です、じゃあ今のところこのね30分のオンエアもつつがなくというか、大丈夫です、いけるということでございますが、ちょっと水飲んだりするとこぼれちゃうんですけど、まだちょっと麻酔がまだ、麻酔がね、でそれじゃあマスクを外さない方がいいですね。そうです、汚いですか、そうですね、なかなかねちょっとむしろこう水飲んでる時にこうこぼれるのみんな見たくないですからねそうですよね。で今日はすごいですよね、うちのですね、ルーツに迫るというか、空のモータースポーツ第1回の時もですね、第1回2回で、ALI テクノロジーズの小松周平会長にですね出演いただいたり、ACSL の鷲谷社長に出ていただいて、ドローンのレースについてみたいな話なんですが、それよりずっと前、本当のプロドローンのルーツはこれだというのでですね、やっていきたいと。世界的に有名な。そうですよね。それではですね、ここのあたりでタイトルが出てくるはずなんです。これですね、まずはですね、今回タイトルが出るのかな。タイトル出ない。テロップが出るんじゃなかったかなと思ったんですが、それではですね、今日この後ですね。あ、そうですね、出ました。ムッシュはですね、あれですよね。うちのですね、副社長 CTO であると同時にですね、なんと FAI F3C の世界選手権のジャッジ審査員をやってるという。やってたですね。やったですね。今は何でしたっけ。
今は、FAI のですね、国際委員ということで日本の代表をさせていただいてます。そうですよね、はい、そんなのがこういわゆるその、まあ、F3C の日本選手権の予選が3年ぶりぐらいに、はい、そうですね、あのコロナがあってちょっと止まってたんですけど、ね、20年21年でやってないんでしたっけ。あと日本選手権の本戦を、まあ、今年ありますと、したがって来月から6カ所で予選がずっと始まりますね。そうですよね、はい、各地 で、はいはい、でまあ、世界選手権があって、はい、ということなんですが、そもそも空のモータースポーツ、みんなこれ見てる人がですね、 FAI、F3C でなんじゃろうということで、はい、いわゆるラジコンのヘリなんですが、はい、このあたりのどんなことをやるの、どんな魅力なのっていうのをちょっと教えてもらえますか。そうですね、まあ、至って簡単にお話するとなんかあのフィギュアスケートみたいな感じで、うん、あの決められたルールが、はい、今出てますね、はい、これはあの、FAI の方で決めたルールで、はい、あのこの元の絵は私が描いたんですけど、これはどんなことですか。これあの P の1とか、うん、あの 左上ですね、 P の2とかありますでしょ。ありますね、これはあの演技名がまあ書いてあるんですけども、ボルテックスとか、はい、ボルテックス、うん、ダイヤモンドとかね、はい、でその1番と2番はいわゆる正演技と呼ばれまして、うん、上空ではなくあの審査員の目の前で正演技、止まる静か止まる方の演技ですね、同演技と正演技、はい、そうです。それであの下の方のこうちょっとこう宙返りがあったりとかちょっと変わった格好のがあるんですが、はい、これはまあ同演技と呼ばれるものですね、はい、で最後に、9番目があの、まあ、モーターをまたはエンジンを止めてあの滑空してあの定点に下ろすというオートローテーションという、でこの P というのはプライマリーって言いまして、はい、まあ、あの日本選手権の場合は予選で使われます。あ、それからあの本戦最初のっていう意味でプライマリー側ので本戦の場合は、16位までかな、15位以上になると今度は F といってこっちの演技をするんですけど、っていうこの F の方がちょっと難しい演技になってるんですね。でこれもあの正演技が2つと、あとは同演技とオートローテーションっていう感じですね。なるほど、はい、で、ま、オートローテーションもあの途中でひっくり返るのが、ね、まあまあちょっと絵を見ていただくと、これやっぱりその、まあ、F3C の魅力っていうのはどんなことですか ね、そもそもまあ FAI っていうまあ国際モーター国際航空連盟ですね、航空連盟があるんですけども、はい、1905年からね、はい、であそうですね、あのライト協会大学に、はい、ちょっと後からもう出てるんですけども、はい、FAI っていうのはあの IOC のまあ下にまあいるんですけど、はい、世界 の、 あの航空スポーツを全部取り仕切ってます。でその F3C の魅力ってのはどんなんですか、ね、今ちょっと言おうと思ったんですけど、はいはい、あのやっぱりねもう本当に難しい、だから のめり込んでその選手はやっぱりそれ本当にあの精神誠意もうそのことばっかり考えてるぐらいじゃないとできないぐらい難しいんですね、うん、いやまあ非常に難しい。とにかくラジコンの世界のですね、はい、今日はですね、はい、チャンピオン中のチャンピオンに来てもらってるということで、世界選手権で6勝してる。そうです、ね、で日本選手権は14連覇中。連覇中。というですね、まあ、世界的な選手を今日ここにですね、はい、お呼びをしております。これはあのプロドローンの契約パイロットということですかね。はい、はい、それでは、はい、入っていただきましょう。世界選手権6勝、伊藤洋輝選手の登場です。伊藤さんどうぞ。どうぞようこそおいでいただきました。ありがとうございます。伊藤さんとムッシュはもう結構もうちょっと前に出てきました。もう本当に長いですね、はい、選手生活もねだいぶ長いんで、まあ私とも長いということになるんですけども、そうですよね、まあ、でもダントツですからね、腕の方は、うん、普通1位2位3位とかって結構競ったりするんですけど、この世界で伊藤選手っていうのは1位がポンといて、うん、2位以下が団子みたい な、 なるほど、1位と2位の差がすごいんで、まあ、そこら辺本当に素晴らしいです。そうですね、じゃあそんな伊藤選手なんですが、はい、ちょっと自己紹介もう一歩右に行っていただけるとありがたい、はい、はい、どうぞ。はじめまして、伊藤洋輝です。 F3C の日本選手権、世界選手権でプロドローンさんの機体で活躍させていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ最初ですね、スタートした年齢、さっき聞いたらすごいです、何歳でしたっけ。競技生活始めたのが12歳からです、ね、12歳、はい、でその頃もムッシュはもちろん知ってたんですね。そうですね、うん、まあまあちょっとすごいのが出たぞという、まあ、審査員の中ではまあちょっと 大スターの星がポンと上がったってそんな感じでした、ね、なるほど、はい、そうだったんですね。でということは、12歳から、はい、どうだ、今32になるので、どうだ20年20年もね、すごい、うん、やっぱりなんかその自分で俺はここが違うぞっていうのは何かあるんですか。
やはり F3C という競技ってまず求められるのが正確性だと思うんです、うんうん、まあそれはもちろんですけど、まあ、それができた上でどれだけ芸術性だったりその自分を出していくかっていうところかな、うん、なるほど。あ、それがさっきフィギュアって言ったフィギュアもやっぱり規定ができないとフリーができないっていうことですかね。それやっぱりなんか才能だったり、まあ、練習というかトレーニングだったり どんな風にされてるんですか。そうですね、まあ、僕は才能というよりはあの練習ありきかなというふうに思ってます、うん、なるほど。まあ、あの日本選手権のね、または世界選手権があっても伊藤選手が飛ばすと全員の選手が見にくきますからね。あ、そうですか。選手が、うん、だからそのぐらいやっぱりそのいわゆる、まあ、ラジコンのヘリの中では世界的な、うん、世界、まあ、知らない人はいない、はい、ですよね。うん、知らない人いないと思います。でも本当にあの我々見ても最初ジャッジとして見ても、うん、鳥肌が立つぐらいの飛ばし、すごいですね。本当ですよ、うん、これ今これはどこの写真ですか。これドイツの世界選手権です。2019年にチャンピオンになった時の写真と、はい、うん、これはこれもドイツですね。逆転優勝したの嬉しい。あ、これはあ花粉症かな。これはなんか聞いてば、話やなのか。あ、じゃあ逆転して優勝してるんで、はい、嬉しいですね、うん、なるほど。お、これはこれプロドローンの機体ですね。はい、02C という機体ですよね、はい、やっぱり。あ、そうか。これもこれもそうですね、国部長の機体ですね。あ、そうですね、うん、今日この後出てくる、まあ、開発もこのね機体の開発もして自分でも飛ばしという、ね、今日後半は、うん、あでこれヘリ持ってる右側が伊藤選手で、ね、はい、で左はうち、はい、当社の国、はい、でその女性はお母さんです、ね、お母さん、はい、女性で、はい、すごいですね。お母さんがいつ、まあ、だから12歳からやってるから最初から助手をやってくれてるってことなんですか。そんなことはないですね、ここ数年でになりますけど、はい、はい、そうですよね、うん、それではですねこの辺りから深掘りを今日していきたいと思っておりますので、こういう話を聞きたいと思います。それでは行きましょう。革新と巨人のマリアージュ、空のモータースポーツの DNA、 ここです。ですね、もうまあ、うちのその、まあ、プロドローンの機体を使ってですね、まあ、伊藤選手にはやっていただいてるんですが、まあ、これもともとのベースはムッシュが作ってきた。そうですね、昔は、はいはい、ですよね、はい、これは一体どんなうちのその、まあ、競技用のヘリを作ってる、でそのヘリの特徴、それから、まあ、うちの機体の魅力みたいなところですね、まずちょっと伊藤さんからちょっと話してもらってもいいですか。はい、やっぱりその F3C という競技用の関してまず飛行性能がいいこと、はいはい、ここって重要だと思うんです、はい、やっぱりプロドローンの機体はそこが優れていると思いますし、はい、その飛行性能の尖った部分が結構広いと思ってるんですよ、うんうんうん、そんなところもいいかなと。車とかでウィンドウが広い狭いっていうのを考えるとすごく広いと思うんですね、はい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 、なのでその中で自分はこういったセットもありかなとかいろいろ探って、その中で自分の、技術と機体の性能の融合っていうところを目指せるのがいいものかなと、うん、そのベースのね一番最初の設計は無視したんですよね。昔ですけどね。そうですよね、はい、それなんかその設計思想みたいなもので何かあるんですか。やっぱりね、同じ性能が維持できるっていうのを目指しましたね。そのやっぱり作ったまあ、キットで売ってるんで、うん、作って飛ばしてもその性能維持っていうのは非常に難しかったんです昔、うん、だからそのブロック化したりとかなんとかしてまあ、今日作って来年飛ばしても再来年飛ばしても同じような性能が出るようにっていうところと、やっぱりその遊びっていうかガタをなくすとかね、まあ、耐久性を持たせるとか、あとは材質、まあ、当時はその、まあ、まあ、4号シ、まあ、鉄だとか、はいはい、ステンレスとかってあったんですけど、ステンレスでもちょっと違う材料に焼きを入れたりとかっていうことで、同じ材料だけども非常に強いっていうか長持ちするみたいな、そんなようなことを。そうですよね、まあまあ、うちとしてもね、うちとしてはっていうか、そのプロドローンはまあ、こういった競技をすごい大事にしてるんですね。やっぱりその競技を通してそのテクノロジーが量産機にフィードバックしていくと、うん、で僕らはまあ、さっき最初モータースポーツ大好きって話をしてたんですけど、やっぱり自動車ってまあ、モータースポーツがあって量産車があるって、これはもう本当に両輪だと思うんですが、なんかそういうこういうのが生きるんじゃないかとか、こういうとこがまあ
モータースポーツ、空のモータースポーツといわれている F3C、 このやってる競技が、まあ、例えば今後のドローンにこういうふうに生きていくんじゃないかと思ってることってありますか？なんかそうですね、期待としてっていうのもありますし、うん、開発側として両方、はいはい、あると思います、はい、やはり機体を設計して開発していく側も成長していくと思うんですよ。こういう機体にしたらいいんじゃないかとか考えますし、うん、でそこで出来上がったものもまた、うん、成果物としてより良いものができると思うんです。なんで高め合っていくところが、そうですよね、はい、それやっぱり開発側としてはどうですか？ね、やっぱり開発者ってこうできた時に一番いいものを作るって目指してるじゃないですか、うん、はいはい、でそれから1ヶ月2ヶ月半年するとこれで良かったのかなって今度はそっち側に行くんですね、うん、でその時に、まあ、伊藤選手みたいに的確なアドバイス、例えばもうちょっとこうした方がいいんじゃないですかとかどんどん言っていただけると、まあ、先ほど言われたみたいにお互いにこう切磋琢磨していいものになるっていうか、そうですよね。でその感性が要はこう彼みたいに研ぎ澄まされた感性を持った人が細かより細かな普通の人では気がつかないような飛行特性のこう直す場所をちょんちょっと行っていただくとかね、そういうところがいいんじゃないか、まあ、だから本当に感性がある人と作る人間の、はいはい、マリアージュっていうんですかね、そうですね、これが、まあ、革新と強靭のマリアージュというですね、はいはい、最近ちょっとテーマにして今回初めて出してみたんですけども、まあ、そういうところに落ちるといいなと思ってるんですが、まさに、例えばこれからまだ今年も選手権があって来年が世界選手権なんです。そうですね、アメリカで世界選手権、そうですよね。で、まあ、どうせならですねここで、まあ、プロドローンのですね機体に、まあこまあ、プロドローンに期待していることだったり、はい、ちょっとこここんな風にしてもらえないみたいなところがあったらですねちょっと教えてほしいんですけど、どうですかね。まあ、プロドローンの PDH をはじめとしていい機体ができていると思うんですよ。で、はいはい、そのいい機体ができているっていうのはいいパイロットであったりいい開発者がいらっしゃるってことだと思うんです、うん、で、さまざまな観点からそれって物事を見られているってことだと思うので、うん、そのさまざまな観点からそのいろいろより良いものを作っていただいて、その社会が必要とするものを作っていきたい、はいはいはい、そうですよね、うん、ここのあたりまさにだけどこれってむしろまあ、いろんなメーカーがある中で、レースをやりレースのテクノロジーをこう生かしていくっていうのはやっぱりプロドローンならではってとこないですか？ありますね。まあ後でね、うちの部長が登場するんですけど、やっぱ彼もまあ、実際に飛ばすし、まあ、結構年になってきたんですけどね飛ばすし、でその感性も素晴らしいんで、やっぱり実際に作って、まあ彼今まあ、後で、ね、紹介しますけど、うん、特殊な場所にいるんで、まあ、本当に彼の行かせるところにいるんだなと思うのと同時に、やっぱり伊藤選手もそうだし国君部長もね、やっぱりその非常に細かいところまで神経質と言っていいぐらいものに対して のこだわりがあるんで、そのこだわりに応えるっていうだけでもいいものができていくような気がしますけどね。そうですよね、うん、まあ、そんなところでですね、まあ、今後のですね、どういうんですかね、抱負というか、こうやってやってやるぞみたいなので、ですね、最後、ちょっとこう言っていただきたいんですけれども。そうですね、やっぱ競技で頑張りたいっていうのもありますし、うん、その競技で得た知識とか、はい、技術っていうのを、また今度は社会に向けて発信できたらいいなと思ってます。そうですね、はい、それそうですね、まあ、社会に向けて、まあ、その前にプロドローンに向けてっていうのも、すいません、ね、いや、冗談ですよ、でも社会重要性を高めていくっていうのは非常に大事ですからね。はいはい、というのでもこれからもですね、まあ、ムッシュと、それから、まあ、ムッシュはこのぐらいから知ってるというふうに、そうですね、このぐらいですね、このぐらいかなというふうだったんですけども、今日ですね、みんなにちょっと分かってもらえたかなと思います。で、F3C の競技ね、ぜひ見に来てもらえるといいと思ってますので、伊藤選手、今日は奈良から来ていただきました、はい、ありがとうございます、またですね、今年のレースでも期待してます、どうぞよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、すごいですね。でもね、本当にね、はい、彼らが飛ばしてる時のこう指先なんかも実際、まあ、ビデオかなんか撮ってね、本当は皆さんにお、はい、見せしたいなと思うんですけど、すごくこう緻密に操作してますからね。指先がね、そうですよね、はい、さあそれではですね、次に行ってみたいと思います、はい、革新と強靭のマリアージュエピソード2、はい、目指すはミルスペック。すごい、よう来ました。難しいですね、これミルスペックって、うちのですね GS120 という、機体はですね、
防塵、それから、タイプ、温度とかですね、そういったものを、ミリタリースタンダードを目指して作ってる、軍用ですよ。そうですね、ミルスペック、そうですよね、そういうものを目指して作ってるという、ヘリコプターなんですが、その開発もですねやっている、今日はですね、当社の、品質保証の要の品質保証部長でありながら、FAI の F3C のですね、世界選手権の日本選手団の団長、そうですね、日本チームのチームマネージャー、そうですよね、同時にプロドローンのプロダクト全部のアンバサダーもやってるという、まさに、ミスタープロドローンのような、もちろん選手もやってます、ね、そうですよね、紹介したいと思います、うちのですねプロドローンの品質保証部長で、選手でもあります、国信也さん、国信也君、国君、登場してもらいましょう。国君どうぞ、いらっしゃいませ。お疲れ様です。今日も、ここにはですね、藤岡のテストフィールドから直接。そうですね。今日ちょっと今テストしまして。そうですよね、今日は何のテストだったんですか。言える範囲でいいんですが。ちょっと言えないかもしれない。あ、そうですか。それで極秘なことですね。うちはですね、愛知県豊田市にある、ね、テストフィールドでもう毎日そこで鍛え上げているということですよね。で、今日ですね、いろいろこう、革新と強靭のマリアージュを目指すはミルスペックという、どういうふうに強い機体をうちで作ってるんだと。で、まず今日はですね、最初にうちの会社の品質保証、これどんなことやってるかってちょっと教えてもらえますか。そうですね、今我々でドローン制作を行ってまして、でやっぱ数が世の中にバンバンこれから出ていくというような状況になっております、でその中で今開発の方で作っていただいた機体をですね、より安全性を高め安心して使えるような機体を世の中に出すというようなところで、一応最終的なチェックをしたりとか、開発のサポートをしたりとか、そういうところで、自信のある商品を世の中に出せていけたらなというところの立場で今、活動させていただいてます。そうですよね、そういうことで言うと、例えばムッシュが作ってこれを売りたいって言っても、ムッシュが国選手、国さんのところに持ってってハンコもらわないと出ないんです。そうですね、もう偉い人ですから。偉い人ですよね。というそれだけ品質保証は大切ということなんですが、国選手のですね、国君のことをいろいろこれから聞いていきたいんですが、もともと何歳からやってたんですか、レースが F3C は。本格的に始めたのはもう16歳から。あ、16歳、うん、じゃあさっきの伊藤選手よりは後なんですね。そうです、もう伊藤選手が生まれた年に始めたという。そういうことか。そう、その時にはもうムッシュはもちろんジャージやってたんですよね。もう審査員で。そうですよね、でも彼も出てきた時にやっぱり、また次にすごいの来たなっていう、そんな感じでしたよ。あ、そうなんですね、で、今、開発とこう選手も両方やってるんですが、これってさっきの繰り返しになるんですけど、モータースポーツも本当一緒で、だからまさにその国選手はとして見た時には、トヨタでいうと小林カムイみたいな存在だし、小林カムイとか、それから中島和樹もそうだったかもしれないですけど、彼らがいなかったらハイブリッドここまで来なかったっていうことを言われてますので、ハイブリッドがそういう、なんかどういうんですかね、国君から見て、やっぱりこう開発と、それからそのいわゆるパイロットだからこそこうできることって何がありますか。そうですね、まずラジコンの世界でのパイロットっていうのは完全にもう本当にマニュアルで飛ばすっていうのがもう100%になっているので、このドローンの世界となると FC が入って、そうですね、フライトコントローラーで自動で飛ぶというようなところになってきますので、ですので、マニュアルでうまく飛ばすっていうのが F3C の競技でした、うまくというか滑らかに綺麗に飛ばすと、そういうような制御方法を、ドローンにも取り入れると、やっぱ機体へのかかる負荷っていうのもだいぶ減りますし、なるほど、そういうところでなんかうまく融合できると、より良いドローンができるんじゃないのかな。これ今やっぱりこういうところって、その今よりスムーズにということは、より、燃料を電力を食わずにということですよね。そうですね。その点ムッシュどうですか。その
いや、まあ、そうやってやってるんですけどね。まあでもね、あの、うん、まあ、彼が言ってるのは、ま、全くその通りだと思うし、逆に言うとこう、あのより良いハードがあってこそ、あの制御機があの正確な制御をできると思うんですね。はいはいはい。だからそういう意味では、あの彼みたいな感性を持った人間がうちの会社にいて、それでもってその本当に手で飛ばして、その感性をあのまあ設計者にフィードバックしていけば、またはそのソフトのね開発メンバーにフィードバックすれば必ずいいものにはなるっていう。そうですよね。だからやっぱりそのまあ車と同じで、モータースポーツで鍛え上げて量産車にフィードバックしていくと同様に、我々のそのプロドローンの機体もまああの F3C で鍛え上げたものが量産機にフィードバックしていく。先ほど の, あの伊藤選手とか、あの国部長とか、他にもあの私たちの味方となってくれるあの人たちってたくさんお見合い で, そ, うですよ、ね、その人たちのおかげで成り立ってるって言ってもいいかもしれないですね。だからさっきね話に出た、そのいわゆるスムーズに飛ばす、うん、スムーズに飛ぶ、ただ例えばオートパイロットだじゃないですか、うちのね。オートパイロットにあっても、例えば普通に飛ぶだけのと、すごいスムーズにっていうのとは、このあたり の, その味付け、まあ、例えば車だったら味付けって、そういうオートパイロットの味付けってのはあるんですかね。そうですね、やはりあの、まあ、あのギクシャクして、まあ、飛んでるのは飛んでるんですけども、同じ、まあ、ルートを飛ぶんでもすごいギクシャクして飛んだりとかであれば、やっぱりスムーズにあの角がないようなフライトができると、やっぱ先ほども申し上げたように機体への負荷っていうのが大分できますし、あのいろんな意味でメリットが大きいんじゃないのかなと。なまあ、あのメーカーはどことかどこの国とかは言いませんけど、ムッシュが前ねあのテストフィールド飛ばしてる、これは滑空ブレーキだなって言ったのありましたよ ね、うん、ね。だから動き出し、まあ、等速、それから止まるっていうのがね、はい、まあ、一連の動作としてあったとすると、まあ、多くのっていうは言いませんけども、まあ、某ところのはやっぱりスーッて行って止めようと思ったらボンってブレーキがかかっちゃうとかね、うん、そういうのがやっぱり味付けとしては、味付けとしてはやっぱり昔のドラムブレーキ的な感じでね。なるほど。まあ、残念だなと思ったことはありますよ。そうですよね。はい、まあそういったところが、まあ、当社の機体は、うん、まああのまあ国君たちが、うん、そういう 目を持ってるんで。そうですよね。はい、でトップのところはではその伊藤選手とかが磨き上げる、はい、それを実際にその国君たちがあの量産機に生かしていくっていうようなことをやってるんでしょうね。うん、ああなかなか、またその品質管理とかもね。でそれをそのちゃんと、うん、ということで安心してですね、うん、プロドローンの機体はお買い求めいただけるということを今日言いたい感じですかね。そうですね。そっちに持ってっちゃう。僕はもうそっちにね。でも、まあ、こぼれ話的に言うと、レーシングドライバーって半分ぐらいの人はラジコン好きじゃないですかね。まあまあ、何かお見えですよね。すごい好き、うん、鈴木亜久里さんもそうだったし、で昔はあのね、うん、国君がいたところにセナが来たって、うん、まあ、国君は知らないですけどね。ああってないんだ。入れ違いというか、まだその時はいなかった。ああ、そうかそうかそうか、うん、セナから電話かかってきたって言いましたもんね。すごいですよ。アイルドのセナと申しますが、なんとなくね、日本語の名刺持ってましたからね。ちゃんとカタカナのアイルドの、はい、むしろ会ったことあるんですよね、はい、セナ、はい、すごいですね、うん、というぐらいに、まあ、みんなまあ、みんなやっぱりモータースポーツに近いようなところはそこでフィードバックしていくというところが、魅力だと思います。ということで、今日はですね、プロドローンの、まあ、開発の真髄みたいなところをですね話してもらいました。はい、国選手にありがとうございました。じゃあここまで、国君ありがとうございました。開発続けてください。さあありがとうございました。はい、むしろ歯がねちょっと痛いなと思う中かもしれませんが、大丈夫でした。大丈夫です。はい、はい、ということで、ここまでですね、はい、ムッシュにもお付き合いいただきました。ムッシュありがとうございました。どうもありがとうございました。さあ今日はですね、なかなかの、まあ、深い話をですね、してもらったわけでございますけども、まあ、この会社はですね、当社は、まあ、ムッシュが創業者で、もともとそういうその F3C の、いわゆる競技用の機体を作った。それがドローンになっていった。でまた今度は大きなドローンが作ったりですね、それからすごい速いドローンだったり、それから、ヘリコプターだったりというふうに作っております。そんな機体がですね、これ機体を見せるだけで実際にみんなに見てほしいというふうに実は思ってまして、7月にですね、皆さんに実際に飛んでるとどうなるんだとか、物流っていうのはどんなことやるの、それから災害時だったらどんなふうに使えるんだというのをですね、
みんなに見てもらえるようなイベントをやりたいなというふうに今実は思ってまして、企画をしております。このあたりですね、また早々にリリースを出してですね、皆さんにおお、そうか、こんなイベントやるんだ、うちだけじゃないよ、こんな会社も一緒にやるんだみたいなところをですね、皆さんに、ご案内できるのは間もなくだと思いますので、ぜひですね、プロドローンのウェブサイトをちょこちょことですね、チェックしていただけたらと思っております。ということでですね、ここまで第10回のですねプロドローン TV、お付き合いいただきました。今週もですね、まもなくゴールデンウィークに入ります。どうぞ皆さんですね、密気をつけながら、楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。ここまでのご案内はプロドローントニーでした。どうもありがとうございました。